なんか弾いてって言われたら、これ言っとこう。名曲のベース、2分解説。マジで2分でいくよ。今日はレゲエの神様、ボブ・マーリーからノーウーマン・ノー・クライ。なんと2種類のフレーズ弾けたら、1曲弾けちゃうんです。まずは心構え。レゲエ弾くならオープンマインドで、音色も丸くナチュラルに。この曲のメッセージは、大切な女性、泣かないでです。では、いざ弾いていきましょう。一番細い1弦から、なかなか珍しいですね。左手の小指で1弦の5フレット、薬指で4フレット、人差し指で2フレット、ちょっと食い気味に2弦3フレット。食うというのはフライング気味にということ。次に3弦の3フレットを薬指、歌に合わせるように4弦1フレット、そして3弦3フレットに帰結します。こんなにシンプルなのになんてドラマチックなんでしょう。先頭に戻る前にお決まりのフレーズ、薬指で4弦3フレット、次に3弦を押さえないで開放のまま弾いて、人差し指で3弦2フレット、一呼吸置いて、その間にまた小指を1弦5フレットまで運んでおきます。やっぱ移動距離が長いほど時間を要するよね。サビはこのフレーズをひたすら回します。あともう一つのパートは A メロとか言うのかな、サビ以外の全ての部分。サビでは比較的長く伸ばす音符を弾いてきたんだけど、 A メロでは16ビートを感じなくてはなりません。1小節を16で割った長さ、4ビートが1、2、3、4。8ビートが1、2、3、4。で、16ビートが、使ったか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 。A メロ出だしの半小節を8つに割って、1と6と7を弾きます。弾く音は3弦3フレット。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。あとは体に叩き込む。その後は音が下がっていきます。3弦2フレット、3弦開放、4弦3フレットと弾いて、次の小節頭の3弦開放を鳴らすんですが、4弦3フレットは、次の3弦開放を鳴らす前の前座と捉えてください。そして次の4弦開放もその次の1フレットの前座と捉えてください。その方がグルーヴがメリハリ出ます。ではここまで聴いてみましょう。一音一音を尊い音にしていきましょう。体全体でリズムを感じることです。ジャストのタイミングで弾くというよりは、気持ちよく揺らぎながら弾くという感じ。これでラスタマンの気持ちがちょっとは分かったよね。